レバナス4000万円全力投資始まるよ。1週間の運用成績、12月6日で週間の運用成績です。11月27日トータルリターンで1362万円だったのが、12月4日1072万円となりました。約190万円のマイナスでした。マイナスの時はアクセス数が多くていいねが多いです。スマホのご紹介です。今ここに、8つスマホがあります。で、撮影しているスマホが私のメインスマホで、SE の Apple iPhone の、新しい方の SE をで撮影しています。これ Y モバイルかな、メインのやつで撮影してます。そして、今回この上の2台ですね、上の2台、この右側のが、KDDI の 3G のガラケーってやつです。でこれが、なんか 3G が終わるみたいなので、新しくすると。でまあちょっとこわ充電がちょっとやばいと、まあ、かなりの年金もんですね。これおじさん、私のおじさんに貸してたやつですね。貸してるやつです。そしてその左側の、スマホ、これは私の母親に貸してるやつです。でこの旧型の SE もちょっと壊れたので新しいのにしてほしいということなので、この2台を週末新しいのにしようとしました。で1台目の右側の、KDDI AU のガラケーは、まあ 3G ということで新しくポボを新規で契約しました。なのでこれはこのまま生きてて KDDI のポボ、新プランで、無料のやつですね、契約しました。なのです。でそれをこっちの私が前使ってた右側の古い SE の方に、セットアップしました。基本的にはまあ通話だけ使えればいいかなっていう感じで、さらにその 3G の乗り換えで新規の iPhone を、契約変更したのがこっちの赤いやつですね。赤いやつは新しく購入しました。なので、おじさんのやつはこっちのボロいやつ、私は新しくまた1個契約をしました。こっちが母親のやつなんですけど、まあ、壊れたのでとりあえずカードを抜いて、どうしたんだっけな、これはねドコモに変更して、そのままアハモに変更しました。で新しく、ドコモに10円スマホを購入して、でも実際は母親にはこの古い、iPhone の7ですね、7を使ってもらおうと思ってます。だからこれは下のこの2台はおじさんと母親のやつになります。そして私はこう2台新しい SE をゲットしまして、右側の赤い方には、今までおじさんが使ってた番号がそのまま入ってます。左側は、まだ何も番号を設定してないやつですね。そしてこの下の2台がですね、多分右側がのファーウェイが、多分 Y モバイルがの回線が入ってます。ほとんど使ってないですね、使ってないです、あんまり。で右で左側のポッポが楽天モバイルが入ってますね。なので今生きてる回線としては、楽
点が一つ、Y モバイルが、私が使ってるやつで言うと Y モバイルが2回線、KDDI が1回線ですね。KDDI が1、Y モバイルが2、楽天が1、全部で4回線。そして、母親のとおじさんので、プラス2回線で6回線ですね。うん。持ってんのかな。で、ちょっとまたですね、なんかドコモは1回線しか、1契約1台しか iPhone SE に50円とかでは購入できないそうなので、おじさんのやつは、おじさんのやつは新規で、そうなんですよ。おじさんのやつは新規で KDDI に、3G からの乗り換えだと10円とかでなんかできたんですよね。なんかわけわかんないですね。難しい。説明能力がないですね。何言ってるかわかんないですね。また今度ゆっくりお話しします。じゃあね。